でリハビリの段のイスュとしてと最近もあのランニングを始めたんですよ。そう「ひで樹さんリガリボンありがとう!あの」って1週間前からちょうどラ,ランニングを始めてあのス,テージで復活ステージに完全復帰するまでにまで毎日走るのを目標にしてるんですけど、まあ、運よく雨もなかったっていうのもあって雨もそうなかったので運よく。 1>, あの1週間無事走りましたまあまだ全然1週間なんですけど、まあ、私正直始めた時に <laughs> 1週間も続けられるかなとか不安に思いながら始めたいところがあったので無事一旦ファーストステージクリアですねありがとうございますこんばんは皆さんは普段走ったりとかしてますか私のファンの方でよくマラソンに出てらっしゃる方がいらっしゃるんですけど まあそういう方もね、いらっしゃると思うんですけど、普段走らなくないですか私、この走る企画を始めるまで全然走ってなくて、こんなちゃんと走るの本当に久しぶりです。S,、うん、<S, S のペアと負けずさん、ありがちご、息切れ、息切れか、息切れしてるときはしないかな。走ってるときはしないけど、終わったら、終わって走、歩き出したときに、はいってなる。甘いジムで走ってる 私はね、外を走ってるんですよ。ジムの、ああいうウォーキングのマシーン、ランニングマシーンとかじゃなくて、外走ってる。あ、ランニングマシーンだったら走ってたことあるから。ちょいちょい。でもなんかわかんないけど、外走る方が体力使うっぽいよ。ちょっとやってみて、外も。そう。えのぷあとまくえさん、お願いちこ そうなのよ。こんばんは。またさ、ありがにぼん。ありがとう。10キロ50分くらいで走れる、すごい。私は今、だって、10、今日は12分、でも私そうなんだよ。私、まあ、まずさ、まあ、全自人体という人体を損傷して、本当マジで走ってもなかったの。てか、 まず、手術後1ヶ月は、うん手術後数週間はまず松の杖でついて歩いてて、で、まず歩くのも不安な時期が1、2ヶ月あってで、で、それでだんだん歩ける、普通に歩けるようになって、みたいな感じの状態での走ったので、そんな本当にゆ,ゆっくりなんですけど、もうこう走ったとかじゃなくて、本当に自分のペースで走ってるんで、もう超ゆっくりなんですけど、なんで、トントントンくらいかな。 わかんない。<laughs> トントントンなんですけど。今日は、もう、今日は、一週間前は、6分くらいでめっちゃ疲れたんですよ。なんか、私の終わる時間の基準は、疲れたらなんですね。自分が、あ、もう無理かなって思ったらやめるっていうのを決めてて。そう。ただ、走って、体力をつけたいっていうのが目的なので。そう。平気さん、ありがとうございます。お風呂上がり。じゃ初エスター、わかんない。体重測ってないんだよね。 で今日は何キロ走ったかはあの、ね、毎日ツイッターに私ステージで踊るまで走るアイドルってハッシュタグをつけてあげてるんで毎日それを更新してるのでぜひ気になる方はツイッターフォローしてくださったら嬉しいんですけど今日は何キロだっけ1.8キロくらいかなでもランニングルートを全く決めてないんですよ本当に <laughs> ランニングルートを全然決めてないからもう本当に行き渡りばったりでうわっ信号が赤になっちゃった戻ろうみたいな感じで走ってるので あの、なんか、本当に何も考えてないで走ってます。ただ、走る、ほんと3分でも1日走れるのを目標にしてる。ハワイにでもいるんですかアロハー。大吉さん、兄が結婚して、お、毎日結婚して送ってくれて。雪あるとき滑るから気をつけてね。ありがとう。雪ね、雪降ってないけどね。痛める兆候はあったのかな兆候、兆候はあったのかなないんですよ、それが。こんばんは。 筋力も心配機能も心落ちてしまったあ私がですかいや分かんないんですよね。言ってる私、怪我する前に、こんなに外をちゃんと走ったりとかしてなかったんで、ランニングマシーンはあったんですけど、まあ、時間も何分だったかな。だから、でも結局、筋力は落ちてるんですね。私左足を筋筋、左足の筋肉、左足を手術したんですけど。 もう手術して本当に1か月とかで1か月たって見比べたりしたら本当に全然細さが違うねって見てわかるくらい筋肉が落ちちゃっててで1回筋力測定っていうのをしたんですよ手術して何か月後に筋力測定をしましょう毎週の病院ではであの右足は一応手術してない足なんですけど20%くらい30 少なかったですねちょっと一瞬見てこないといけないな走ってる時はマスクしてますか私は撮ってますねそんな人がいるとこ走ってないんで <laughs> 許してくださいでも今ってあれなんですよね外はいいってなったんだっけ Twitter 見たありがとう是非頑張ってるねっていう意味で「いいね」とか押しておいてください嬉しいんで <laughs>「いいね」でツイートよろしくお願いします走るより自転車が楽しい確かに自転車は楽しいよね わかるハツかもう外走った方が景色変わるから好きよ。そう確かに道に決めるとそうだね。福和術みたいになってる遅れてる？今日のハツ可愛いなんでかな？うんいつもだよ。<laughs> こんばんは。ちょっと待っててちょっと一瞬ちょっと確認してくることがあるんでちょっと待っててください。 イクしてません一切 <laughs> 映像と声がずれてるなんでそのネットが悪いんだねじゃあ腹話術をしてると思ってみてください今日は声がん声が遅れて聞こえるよ でも最近さ肌めっちゃ綺麗あれフィルター <laughs> 最近でもさ顔すっきりした気がするでもまあそうやって喜んでも、まあ、またすぐむくんだりとかするんでぬかい喜びになってまうかもしれませんけどねそうそうさあがお花えめっちゃうまく聞こえる今日は私は レッスンレッスン行って行ってやばい行って行ってって <laughs> 遅れる本も言っちゃう <laughs> あーナイキのアプリね私もインストールしてたけど使ってないわシュッとした嬉しいありがとうリハビリちゃんとしてるからかな <laughs> あと最近その走る前のルーティンがあって そう、あの、ゆるならゆうちゃんさん、リガ一、こう、ミサ、顔ちっちゃうよ、めっちゃ。あの、まあ、まず普通のリハビリはあるんですけど。そのリハビリのとは別に。腹筋をした後に、走るっていうのを決めてるんですよ。あの。腹筋して、まあ、ストレッチして、腹筋若干して、走るみたいな。なんか。ちょっとあんまり詳しくは説明できないんですけど、そんな理解してやってないんで。なんか。 筋トレをした後に有酸素運動をするといいぞというのを聞いたのでせっかく走るならね有酸素運動の前に走あの筋トレしようかなと思ってやったからそれも効果があるのかなおいどんは今ごは焼きを食べましたおそれはよかったでござる一度膝を痛めてから毎日走ると膝がジンジンしてきて膝痛めそうになってわかるようになったああそういうこと 膝が痛みそうだなっていうのが分かるってのがかるに、ね、この顔欲しなになんか悪口でも書いた <laughs> 何顔顔かわいすぎて死んじゃうとか書いちゃった今日マジで顔何もしてない髪も何もしてないやばいよう配信するわ もっと続ける何を走るの走るのはね一応目標はステージに完全復活する日まで走ろうと思ってるまあただ今はね雨降ったりとかしてないからさ続けられてるんだけどさ雨降っちゃったりするとさ室内でなんかしなきゃいけなくなっちゃったりとかするからさ「Twitter、ね、の動画上げない方が良かったかな」ってめっちゃ悩んでた「上げ,上げるのにし、まあ、ミスったかな」 なんか自分ああいう系のなんかちょっとブリックをしてるような動画を普段あげないからめちゃくちゃ恥ずかしくて後悔してるちょっとアキス顔じゃないからアリ <laughs> キス顔じゃないから僕顔だから <laughs> うんなんかさそういう者動画あげるのさ恥ずか得意じゃないかわいすぎて死んじゃうああたまたありがとう。 欲しい欲しい欲しい20日ワンナさんありがたくちゃんこのなんかさもっさり具合が芋だよね前髪のありのまんまにごまんまそうまあなんかうんまあ距離とか時間もね すごく一つの目安になるんで私もなんかそこそこさ負けず嫌いの性格というか昨日よりいい時間をとか、まあ、無ちょっと意識しないようにしててもちょっと若干さあいやもうちょっといけるなとか思っちゃうから意識はしちゃうんだけど一旦毎日走るのを目標にしてますやめろやめろ歌田は可愛いだから人気者だよねありがとうございますよくありがとうございます伝わります星でも そう、おみ足を大事にそれもも,もみ足みたいなことえ襟足だっけありがとう大事にする室内の自転車も効果あるかなあると思いますよ私あのリハビリの後はエアロバイクしてますそう室内の自転車 <laughs> あのそう普段はリハビリの終わった後はエアロバイクしてるそう,そうそう こんばんは最近はツインテールの日今日今日2月1日だよ。田コさんにがレインボスター。僕の好きな体調。足大丈夫うん、大丈夫。ありがとう。今、リハビリ中。膝痛いって言うと水泳がいいよって必ず言われる。マジ。<laughs> あんま負担がかかんないんですかね。 水の中だとさよならモーリーさん見て美人だと思いましたえー、嬉しいです今日すっぴんちゃんだからあら、モーリーさんの時と違うんじゃねと思ってるかもしれないごめんねまたメイク術教えちゃうリハビリ頑張ってて偉いよねもっとみんな褒めてくれ <laughs> なんかさああいうさ毎日何々しますよとかさなんか言わないでやってる方がかっこいいじゃないですかで、後から私ずっら1 0百日間前じゃしてて まあそれも言わないのかもしれない言わない人はなんか毎日こう陰ながら努力するっていうのがねちょっとかっこいいなってあるじゃないですかそういうの言っちゃうんですよね私すぐにね言っちゃうなんか宣言したくなっちゃう <laughs> だけど、まあ、宣言したおかげで頑張れてるので許してください毎日走る距離は先生から宣言されてないのされてないですね特に あの私も別になんか本当に無理はせず走って本当楽しいなって思えるくらいの走る距離でやめてるから安心してください「虫のバラード」あー「あ虫のバラード」「その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのか」スーさ「すずありがいちがもう春の匂い今日」「僕の好きな 最強ツインテルツインショートにしないのちょっともうちょっとロングでいさせて絶対切るときはショートにするんだけどねちょっとショートでもう,ちょもうちょっとロングがいいかなスノーさんありがとうリボン無理だけはしないでねありがとうサポーターつけて走って違和感ないのでもねあのねつけてない時間の方が短いんですよ全然つけてないときお風呂入るときくらいかな お風呂入る時以外ずっとつけてるからなんか別につけてることに対して何も考えてない意識がない <laughs>。あのみんなが意識なくパンツパンツとかキャミソールとかそういう下着とか着つけると思うんですけどそれと同じくらい私にはもうフィットしてるからあーサポートジャマだなとか一切ああたまにぶつかっていたとかあるかもね。でもほとんどね意識してない。こんばんはこんばんは。さよならモイさんでも変更しなかったしてないよ。 えハットがリハビリ頑張ってるから自分も食後にウォーキングやってきたえ嬉しいじゃあ明日も一緒に私も明日ウォーキングするから一緒に頑張ろう間違えたリハランニングするからそうだよなんで全部開かないで打つの徳えやすくらい漢字にしなよ偉いありがとうハルピョンの次回は歌ただハルピョンがグラビアしたのめっちゃびっくりした私そんなにハルピョンがグラビアするイメージなかったからついにハルピョンもってハットンこんばんは 褒められたらうれしくて頑張っちゃうやるお話かいねそうだよねでも多分私のファンじゃない方がたくさんいると思うから私のファンじゃない方を私のファンにできるようにでも私のファンのゆいゆいとかズッキーとかるんちゃんのファンの方って初顔みたいなタイプ好きじゃないよね絶対おだいりとかのファンの方はさ結構来てくれるんですよ まあ結構っていうかなんかお題のファンの方で,私,のファンです私も来てくれますとか方何人かいらっしゃるんですけどジャンルが違うからダメかないや新たな扉を開かせる <laughs> 新たな扉を開かせますそう自分を追い詰めたくなっちゃうねユニットの歌唱力の収録はまだしてない そそうそうショートカットね難しいよねこんばんはーこんばんはほんちゃってそっかまさか,まさかまさかまさかまさありがおはなキスが落ち言わないでもうあげないよ間があげないからフフず こういうさこのさこういうちょっとなんかさ「はん」みたいなさ動画上げるの苦手な性格さ絶対アイドル向いてないよねってふぐい思うでもまあアイドルなんで <laughs> アイドルなんで, <laughs> なんで僕は変なな人と頭のおかしな子が大好きですあーじゃあ君の推しにはなれないようだ残念だなー あそう爆頭痛さんん出るんですよね私も宣伝しないと昨日の公演はどこから見てたんですかえいつもメンバーが見てるとこ知りませんか袖です袖ですまたあげてください考えていきます自分もやる気になるのでこれからもいいんこれからもしますねじゃあうん はいかわいいありがとう嬉しいゴールデンレトリバー、こんばんはなので私さ変顔してるつもりがないのよなんか変顔しなかったらとか言われるんやけど変顔してるつもりないんですよ <laughs> あの本当に変顔してるつもりがなくて癖なんですよね なんかもうここで笑いとるぞよし変顔イエイ!」ってしてるわけじゃなくてなんかもう癖で表情が人より表情筋が豊かなんだよね。えええだからそうだからさ「変顔しないやめて」って言われるけど「変顔やめて」って言われても困っちゃう。 だって変顔やめてって変顔してると胸がないんだもんあノートそろそろあげようと思ってましたお待たせいたしましたそうノートでも嬉しいことがあっては頑張ろうと思ったことがあったんですけどはい小峠さんに突っ込まれてた私小峠さん小峠さん,え小峠さん 全然記憶れないんだけどえそんなあったっけ待ってえっまだ私小峠さんえって「もともと変な顔です」って言っとけはにゃ何の話かな ののの時の声わかってますよ私も全然ガチで捉えてないんでこの性格なんで <laughs> あの私が大体言ってることも大体冗談なんでこの性格なんで安心してくださいあのあの私はあの基本基本的には冗談が通じるタイプだから安心してほしいけど冗談そう 安心してくださいただ行き過ぎた冗談は人を傷つけるから、まあ、それは私も気をつけますねふかとマックスさんありがとう今日はすっぴんかなそうですね昨日もすっぴんですね明日も明後日もチョコミントさん各有効視さんありがとうございますえビングなんか記憶にあるけどえっ何えっ何したっけ,やばい何したっけ いや、あったなら絶対ビンゴなのよ。やばい。なんでこんなに記憶ないんだなんて日だ。パンナコッタ。市川美桜かえ、私さ、小峠さんに会ったことあるえは、やばい。会ったらやばいよね。記憶ないもんね。え、なんかさ、会ったことあるような内容ないようなって感じなんだよね。最低やん。 最近唇は歯にくっついくんだけねえそんなことないですよ唇に歯くっつけるのってどうやってやるんですか分からないですはいこんばんはランニング頑張ってる1週間だけど嬉しい1週間でも頑張ってるって褒めてくれて嬉しいな YouTube の次の動画あもうそろそろ上かると思いますよ今日提出してました 私編集じゃないんだけどついに吉田の編集の動画が今,今日投提出したからあの多分近日中には上がると思う修正とかもあるんで修正とかして近日中かなそう一画面いく。ラジオのやつまだ見てないえー 最近「夢見る」でラジオを上げたからそれは作業しながら聞いて上げ劇場の裏の企画の動画は編集してたんだけど編集ぶっ飛んだんで <laughs> ちょっと上がるのまた遅くなりました最低本当に最悪自分が。 変顔しなかったらファンが1000人増えると言ったら我慢する。まあ何度も言うけど変顔してるつもりはないんだけど、ずっとにこやかな顔でいてくださいって言われて、それでファンの方が増えるなら、ってやっとくかな。最近仕事しかしてないから見れなかった。えらめくってめくって。まあ素材もね、なくなったんだけどね、なんか。 <laughs> でもね多分大丈夫できると思う動画自体を作成します無理にでも吉田って言ってるのは、ね、そうだよ吉田川原です吉田川原吉田川原仲良くなってからそうなったかも <laughs> あの別にそんなに今 よりまあ、仲の良さってだんだんこう上がっていってるわけなんですけど仲の良さが今よりも下の方にあった時はミッサーとカレンちゃんでしたね秀樹さんに「がートミッサーカレンちゃんだったんだけどあの本当に仲良く元っと仲良くなってからは吉田川原最初は敬語だったかもね敬語だったん、ね、吉田とかは先輩だから。 稽古だったよまだエリア一応まだ今もエリアはあるよチューブとか <laughs> 全然使ってないからあんま分かんないけどねそう全員同い年ですああ耳かゆいどのタイミングで仲良くなったのほ本当に気づいたらですね本当に気づいたら。 うんえどこで仲良くなったのか本当にわかんないでも吉田さんは <laughs> 吉田さんはなんか最初の方を私がよくあのるんちゃんと吉田ともう卒業されてる大分だったあの吉野みウゆんのお部屋よく3人がいたんですよ。で結構なんかそのお部屋にお邪魔することが多くてでよくそこにいるっていうイメージ。 でちょっっと話すようになってお腹いでもその時ね同い年が本当に私と吉田しかいなかったの最初そう同い年っていう存在が吉田だけで私が入った時はでその後とひかるが入ってきて京けちゃんが入ってきてミスターが入ってきてってどんどん増えてったんだけどっていうのもあってちょこちょこ話しててでも本当に気づいたら一緒にいるミスターもそうミスターも最初の方は私より全然多分他の子の方が仲良かったかもね のん,のんととかひなこちゃんと一緒にいたイメージかなそう一緒に時期だったからね入ってきたのがそうでもほんと気づいたらなんか3人仲でもやっぱ YouTube を3人ででも YouTube 始める時時点でも仲いいんだもんない、えー、つからこんな仲良くなったんだかわかんない気づいたらでもほんとに、ね、最近もずっと一緒にいて楽しいですねななんんかこんなに 一緒にいて楽しいなとかもっと一緒にいたいなとか気が合うなと思える人に出会えたことってすごく自分にとって大切なことだなってすごく思うし幸せな時間だなって思いますね二人といると <laughs> 17期さんに IT って呼ばれてますか呼ばれてたらちょっとショックですなはいこれから歌だって呼ぶねあんまん別にいいよ こんばんは、はつカちゃん。こんばんは、はつかちゃん。山梨県、こんばんは、ルムちゃん。エビメ,メールは誰が始めようって言ったんだっけたぶんミスさん私は個人、個人で始めようと思ったの、YouTube をね。チョコミントさん、ありが1号、たどこさん、ありがハート。ハルピンはもうね、とても仲良くさせていただいてるので、敬語じゃないですね。そう、私、最初、個人で始めようと思ってまして。ハルクロさん、ハートありがとう。 そう美咲とひなの私違ったのよ。そう。んであの最初吉田とミッサーが2人で YouTube をやるってなっててで私は1人でやるってなっててで1回誘われたのそう。最初にに解説するとき YouTube 一緒に3人でやらないって誘われたんだけど私一人でやりたくて最初ねごあ断ったんですよ一人でやりたいからごめんねってそう断ってで私 YouTube やりたい欲が昔からめちゃくちゃあったのなんか、ね、やり始めたらねこんなね編集も下手くそでなかなか厳しい世界だなって思うんですけどちコミンチさんありがとう花。 リボンなんか私本当に加入して1年目くらいで YouTube を始めたいってスタッフさんに言ってて <laughs> そうなら中学2年生とか3年3年生くらいの時にお偉いスタッフさんに「あの私 YouTube を始めたいです」って言ってたんだけど断られてまだアイドルも始めたばっかでアイドルのお仕事もちゃんと慣れてない状態なのに YouTube はちょっとないって言われて、まあ、確かにそうなんですよ <laughs>。 確かにそうなんですよ。んでや、やめて、結局できなくって。でそしたら、その私たちが始めたときって、AKB メンバーが YouTube を始めれるんですけど、やりますかって聞かれてる時期だったんですねそう。で、その時に、やる人はやりますって言って、やらない人はまあやりませんって言って、でやる人はじゃあ10本動画をストックしたら始めれますみたいな感じであったんですけどで、私は1人で始めようと思ってたんだけど。 ででで回断ったんですね2人で始めようと思ってて <laughs> そうんでそう比較的優しすぎたとかねでもなんかミサがもう一回誘ってくれたんですねしばらくしたらで一回ミサカレンチャンネルみたいな動画も撮ってたんですよ2人でそう「福さんありが一郎こんばんは」そうで んだけどもう一回誘ってくれてまあ一緒に3人でやろうかなと思ってやることにしましたおなか痛急にお腹痛ランニング足して,て大丈夫そう走れますよ YouTube 始めたのもう2年前くらいかな始めたのは1年前くらいかな夢見るっていうチャンネルを始めてるんで見てみてください夢見るって調べてみてカタカナでランニングは先生に走ってねって言われてるから 安心してくだ,さいだから2人と仲良くなったのは本当に気づいたら気づいたら片思い一中のいやマジで YouTube でやってないことが多すぎてやんなきゃいけない <laughs> <laughs> めっちゃちゃんと見てくれてる。吉田の時の時の匂いが。その向こうにったかっかわからないのよ。あつこだけのユーチューブ始める予定は特にないんですよ。今度大分のマラソン出る。すごい。ちょっと星のどこがわからないけど。 すごいマラソンは私や,やんないかな <laughs> まだマラソン走りたいなとかそういうとこまでは行ってないや「どついたら語りた,たい」やべ怒られちゃう怒られちゃうこれやめてよ怒られちゃうから絶対これファンの方のコメント読んだだけだからね怒られちゃうからっっすっぴんですか 急ぎ動画もね、撮ってるんですよ。編集して間に合ってないの。編集します。怒られてほしい。え、どういうこと?。私怒られたから、クラスのハートだから。一ヶ月くらい配信できなくなるかもしれないけど、それでもいいなら <laughs>。怒られてきます <laughs>。もう一、そう、個別の動画は出ざけれますよ。 炎上いきなり風が吹き抜け炎上炎が燃えてチェ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 私のべてを燃やし続けてカラーボになるたたたたたおないたそろそろ終わりにしよう。<laughs> 怒られるのってまあ自分のことを思って怒ってくださってるんだろうなと思うけどやっぱりちょっと傷つきますよねうわやっちまったなとか落ち込みますよね。ありがとうございま,すまあでも怒るにも種類があるじゃないですかだからそのなんだろう怒られた時にその方の言葉を思い出して。 私のために言ってくれてるんだなってことはとかも私がやらかしちゃったとかだったらまあ真摯で受け止めるけどこの人は一方的に何かイライラして感情をぶつけてきてるなとか思った時は私は全く受け止めませんそうした方が楽ですからね一人でやってみたかったことはやったらああやろっかな後輩にドッキリかけよう緊張するな 嘘がほう放犯しても怒りません怒ってくださいその時は <laughs> <laughs> マーサーさんありがりぼんそうなんかやっぱ怒られることって嬉しいことじゃないからね でもなんかさ、怒るっっててすいい難しいななな思うんんんですよねなんか、うん、なんかその人のためっていう思って注意したとしてもさ相手のことが理解してくれるかはからないし怒るっていうこの注意するってことをする人も大変だと思うしされた側も落ち込むし難しいよね。 でもそう怒らなない方がい楽なのよ結局だからこそ怒ってくれる人がいるのはすごく嬉しいことだけどじゃあその怒りが本当に合っているのかってことはでも自分の方が自分の方この視点だけじゃ 自分の視点で見たらいやこの起こり方おかしいだろうと思って思も客観的に見たら確かに正しかったって思うこともあるから一旦落ち着いてねいろんな角度からその人はなんでその言葉を発したのかを考えてそれでもと思ったらまあもう心の中でその人をパンチしましょうね。だいたいそういう本当に自分がどんなに考えてもこの起こり方はおかしいこれは一方的だっていう方にあの正論を言ったとて。 きっと多分そういう方は受け入れてくれたいと思うんでそ,のそ,んなそっとしておいいじゃんえっ宝石選抜なんだよっていうスタッフさん本当にいるのよく怒ってるかなって心配してるそれは怒ってないんで安心してくださいなんかよく「怒ってる?」とかいう言葉もあるけど あ,のあれもあれで怒ってるって聞かれると怒ってないのに怒ってるって聞かれる気持ちもそんなにあんまり嬉しくないからあ怒ってないよって思ってで逆にそれでさなんかさ相手が傷ついちゃってたらさえ自分怒ってないのに傷ついちゃってるのってなん,かなんかすごいどう,どうすればいいんだろうってなっちゃうからあのあの深読みなんだろうね深読みせずあの怒らない基本そんなあのなんだろうね なんか私は言葉に出してなかったら多分怒ってないと思う言葉に出してないことは伝えてないことと同じなんで気にしないでくださいそう可愛い声が聞きたいわきたよまたまたきたよだから可愛い声は出せないんだって <laughs> これが可愛いいのか謎やなそう 吉田が歌おうとしても曲独特 <laughs> それいいねそう本当にそうなんかね本当にそうなんかさ結局本当にどっちも大変だなと思いますね怒ったことありますかそも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 あるには あるよよと思うよ怒ったことというかあすごく理不尽だなとかですごく悲しいなとかその、まあ、イライラしちゃうなと思うことはあるただその相手にはあんまりよほどのことがない限りぶつけないけどなんか本当に私は基本的に仲いい人に「こんなことあったんだけど」って言って「それは大変だったね」っていう話をもう女の子特有かもしれないけど聞いてもらってもうそれですっきりするタイプだけど。 どうしても伝えたいなと思ったことがあったらは伝えちゃうタイプかもしれない <laughs>。めちゃくちゃ考えるでも文は。めちゃくちゃ考えるけど自分の思ってることをちゃんと伝える。ただその時に気をつけるのは一応相手が怖いと思ったんだろうなってことを一応考えて多分こういうふうに思って言ってくださったと思うんですけど私はこう思うんですよねっていうふうに言うようにしてる。まあそでもその気持ちも分かるのでみたいな感じでいくかな。 イがハトイがハートめちゃかわいいおりっちーめちゃおっちーグラビアやってほしいって言ったら怒りますいや怒らないけどへえと思うだけかな <laughs> まあだって何してほしいって思うのは勝手じゃんそれぞれのねやるかどうかは自分が決めることだけどああそういう意気もあるんだなただ あーどうだろうね、うん、怒りはしないです別にお腹かねちょっと痛い世の中リファン人だらけだよね秀樹さんありがとう宇多がファンレッターを破り捨ててもう怒りませんいやでも私が悲しきは破り捨てる自分自分の第か第二人格とかが破り捨て始めたら怒っちゃうよこんばんはぽっちゃまさんありがとうお花 ありがお腹痛い20分になったらランキング見ます夢見るでグラビアみたいあー確かにね面白そう <laughs> 面白そうでもね言うてほんまにああやりたいかやりたくないかっていうことじゃなくてグラビアに向いてるメンバー誰一人いないかも <laughs> 3人の中であん さが何だろうそっち系のこっち系はなんかあの作品撮りみたいなのとかはめっちゃミスさとかもねめっちゃ映そうだけどねまあこういう話すると本当なんかさ地雷踏みそうなんでやめましょう。<laughs> ぼっちまさ、ありがとう。うん、うん、うん、うん。こういう話はさ。あんま、いい感じのコメント欄にならないからさ。という感じですね。まあ、あと二分くらいで終わりますけど。明日は。 ちょっとやななきゃいけないけがととあるでも明日はほ,ほぼほぼ結構時間があるああいい、ね、今日私も動画を一つかほぼ完成させたんですよただ先に出さないといけない動画を送らないと送ってからそれが投稿されるよってなってからじゃないと確認動画送れないからまだ自分のパソコンにとどめてるんだけど。 ありちとうすやさん。んかさこういう話するとさ例えばさハッツはペダンコだとか見てもないのにコメントする方がいらっしゃるじゃないですか。で普通にねまあ冗談なんだろうなーって思うからガチでは傷つかないけどもう女の子なんで悲しくなっちゃう。<laughs> 悲しくなっちゃうからあんまりこういう話をしたくない。 <laughs> したくないんですよねやっぱ嫌じゃんなんかその方はきっと冗談で言ってるからって思うから別にその方はねでもそういう話を深掘りするとまあっていう方がねいるんですねだから悲しくなっちゃうからあまり水筒ない見てないのにね私に見せないけどね <laughs> そう、ランニングできるまで復帰したんですよ動画楽しみにしてますありがとうございますあ、二十分なったということでランキング読みたいと思います十三位、あゆねこさんあゆねこさん、あゆねこさん,さんありがとうございます 十二余裕のないユチャさん、余裕のないユチャさん、余裕のないユチャさん、ありがとうございます。ありがとうございます。十一スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、田所さん、田所さん、田所さん、田所さ,さん、ありがとうございます。ありがとうございます。九位、ノリアトマク・ユエスさん、ノリアトマク・ユエスさん、ノリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。え8位、スーさん、スーさ,さん、スーさん、スーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。 はい、まさくまさん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 、ありがとうございます。ありがとうございます。6位フ服アートマーク、砂子さん、奥さん、奥さんありがとうございます。ありがとうございます。5位柊さん、柊さん、柊さん、ひらきさん,ラギさん<笑し>イありがとうございます。ありがとうございます。4位チョコミントさんアートマーク次のショート動画返すあありがとうございます。嬉しいです。チョコミントさん、チョコミントさんありがとうございます。ありがとうございます。3位ワタさん、ワンタンさん、ワンタンさん、ワンタンさんありがとうございます。ありがとうございます。 ポチャマさん、ポチャマさん、ポチマさん、ありがとうございます。ポチャマさん、ありがとうございます。そして、一番エスアンペアとマーク、ユエさん、エスアンペアさん、エスアンペアさん、ありがとうございます。ということで、今日も無事走り終えて 動動画画楽ししみにてててくださいいい動画ができてますよ <laughs> なんかファンの方が好きそうな動画結構普段さバラエティみたいな靴下買いだり靴下買いだり靴下買いだりみたいな動画ばっかりだけどあのあの結構今回の動画は次の動画はファンの方が好きそうそうな動画だと思う。なんか 無難だけど無難な企画だけどっとみんなが見たいような動画だと思います珍しく <laughs> <laughs> お前さんあり,がいちごありがとうございます気になる気になっちゃいあっあそうだと言わ忘れたことがあった内村さんありがとう。 あのドライブもイベントが無事終わってあの優勝あの優勝しないあの次のフェード3には進めなかった,って CM 出れなかったんですけどめちゃくちゃいいとこまで行ったんですよ皆さんのおかげでチアレーターを送ってくださったファンの皆さんと一緒にギルドの中に入って一緒に戦ってくださったギルドのメンバーの皆さんのおかげであの後半戦前半戦と後半戦があってフェード2っていうところで戦ってたんだけど。 で前半戦で3回負けちゃってで後半戦はでも全勝したんですよだからあと12回勝ったら私もフェード3にいけたっていう,もうこんなにいいところに行までいけると思わなかったから嬉しかったです、まあ、悔しかったなんかもっと早く始めた方が良かったかなーとか思うけどでもめっちゃ楽しかったと、はい、いうのとバグズズの映画の DVD が始まされるよっていうのと 最近毎日ランニングしてるのでツイッターに上げてるので毎日いいねやりついー教えてくださいねっていうのとあとね <laughs> あーあとそろそろノート更新しますんであの私前十字陣内損傷という怪我を5月にして9月に手術してで今その体験記をノートに上げてるんですけどその投稿を今1か月かな。 ちょっと投稿忘れて,て,、ま、忘れてたというかちょっとだらだら引きずってたら1ヶ月経ってしまったのでやばいやばいと思ってますのでまあ近づ中にはあげるつもりなのでちょっと待っててくださいあちょっと準備します。はい、っていうのとそうノートでめっちゃ嬉しかったのはさカメラマンの方そうカメラマンの方がいらっしゃるんです <laughs> 生写真撮影の時にカメラマンの方が写真撮ってくれるんですけど当たり前ですよねカメラマンなかったら誰か撮るって話なんですけどでそのカメラマンの方がノートを見てくださってて「ノートあげてるよね」って言われて「足大丈夫?」って言われて「結構あの続き楽しみにしてるんだいですけど」って言ってくださってでまさかこんなこう身近な方が読んでくださってると思わなかったから 読んんでくだださっってるる方いるんだと思ったらちゃんととげようと思ったのでちょっともうちょっと更新頻度を上げれるのを目標にしてます今月はい、はい、頑張ります頑張りますじゃ早く上げないとさもうさ5月今だって今書いてるの5月の時点でしょやばいよねもう手術も終わってるし入院期間とか書きたいことめっちゃあるのに早くしないとあかんやっべえやっべえっとやっべえ っていう感じですか、ね、あとなんかみんなに言い忘れてたことあるかなああと4月の2930日には AKB48 がコンサートあるんですけどピアーリーナってコンサートさせていただくんですけどチームメートのコンサートの方は、えー、チームメートの活動休止前最後のコンサートになるっぽいので <laughs> チームメートの最後の私がチーム私は。 AKB48 のチームメントのオーディションに合格してチームメートのメンバーとして AKB48 に入ったのでチームメートはね私にとってもうマイフォームみたいなチームなのでそんなチームメイトで活動する最後の私をぜひ見に来てくださいそして私的にはこのコンサートでえーっと完全復帰するつもりなんですよそう完全復帰するつもりなんですねそうだからぜひ私がまだ正直 体のことなんで確実に復帰できるかもわからないからまあ絶対完全に戻ってきますとは言えないんですけど今はこのコンサートを目標に復帰を目標に頑張ってるのでぜひあのそんな私の応援もしていきてくださいみんなうちは持ってきてねお願いもう私コンサート出るでなかったって武道館も。 武道館もむっ,っ,っちゃ出たかったしめっちゃ見に行きたかったんだけど武道館本当手術終わってすぐだったから見にもそんな行けなかったし見に行けなかったしあの愛知にいたんで,で結局全然関われなくって、まあ、イラストとか描いたけどさだからすごい寂しかったのでもうコンサート会場の充電があと20だペンライトを見るのもあんな大きい会場で本当に久しぶりになるから。 たくさん私のうちわとペンライトの青と白のペンライトがありますように。<laughs> ありますように。みんなだからうちわ持ってきてください。っていうのとあとじゃ宣伝たくさんしとこう今見てる方に。あとえっとあとはあとは「全鉄大中豪」っていうえっとジョン・マイ・ラブっていう 愛媛県の東温市にある劇場で「j ョ m p m y l っていう公演をしていてでそれに今まで約1年間3月15日くらいに大選手楽を迎えて終わるんですけど1年約1年くらいのロングランの,あの舞台があったんですけどそこのミュージカルに今まで AKB48 のチームメイトのメンバーが、えー、と出させていただいててでそれに出た歴代のメンバーがコンサートをするというイベントが2月の25度26に。 ああるんですよ、はい、あるんんででですすよよははいい私もで私ここ第2回なんですけどであの私はちょっと2月の2526はまだちょっとリハビリのメニュー的にも復帰が難しいのであの踊ったりとかはあんまりできないんですけど一応歌を歌ったりとかで、まあ、あんまりネタバレはしちゃいけないかもしれないけどうーんコンサートが10割だったら。 3割くらい出るかな <laughs> 3割くらい曲は出る予定なので23割 <laughs> でも本当に結構見てほしいなって曲とかもあるのでぜひ愛媛県の東恩市に25日26日今月今月かもや,ばいやべべやべえ今月じゃんやば来てくださいあペンライトね漂流ライトの青白でもう全然分かりやすいからそっちが持ってる方は全然そっち持ってきて「ちめんてさありがとうお花」そう でもまあいろいろ交通費の関係とかもあるので無理にとは言いませんが是非んかこうやって会える機会もなかなか少ない時期なので私自身がなんかファンの方と直接会う機会とかこうステージに立つ機会も私劇場公演も5月くらいからいもうほぼ全然出てなくて最後に出たのが4月3月くらい。 で劇場も出れてないくてファンの方を顔を見る機会っていうのが本当に少ないのでぜひ余裕があるよとかちょっと見たいよとか思う方は見に来てほしいですねはいそう遠いもしかしたらライブ配信もあるかもしれないんでまた会ったら見てください魂だけ送ってきますあの魂送ってあのちょっと記憶なくなんないように気をつけて幽リ離脱みたいな何なのに気をつけてね でもあの本当に『ジョン・マイ・ラブ』の公演がその午前にあるんですけどコンサートの前のライブの前に舞台があるんですけどすごく本当に感動するミュージカルになっててそちらも見てほしいです私じゃなくてもルンちゃんとかかなわかんないけどまだでもルンちゃんかミスサとか吉田かのどれからど,どんなかだかったと思うんですけどが多分出ると思うんでそちらもぜひ見てほしいし愛媛県も本当にすごく素敵なところなのであのー、なんだろう 来てねよかったなって思ってもらえるんじゃないかなと思いますのではい来てくださいカレンちゃんドルンちゃんだってそんな感じかな最近の宣伝したいことはもうお話し会の申し込みも終わったしねそうだねうんその回いかなうんそんかいかなじゃあこんな感じですということでたくさん 宣伝をさせていただきましたまあそんな感じですね。まあ、あとはえ普段私は SNS をやってるので SNS をチェックしてくださったら嬉しいです。私のやってる SNS は TwitterInstagram プラメっていう、えー、キフォーテ4トのメール TikTok ノートショールームくらいかな。 やってるので、ぜひチェックしてください。あ,あと755。公式ブログはほぼ使ってません。<laughs> 私は。あ、ちょ、ちょ、ここでさ、宣伝もちゃんとしてるから、今日は。あの、宣伝って言い方じゃないけど、お知らせをちゃんとしてるから、ついでに紹介すると、私は SNS をちゃんと分けてるんですよ。分けとるんですよ、一応ね。一応ね。一応ね。まあ言ってめ、あ、あと YouTube、夢見るで。んで、焼けとるんですけど、 ツツイイッッタターーは結構私が一んかやりつかりやすいツイッターは結構その時思ってることパンパンつぶやくこともあるし今日はまるですよとかそういうお仕事の内容のことも書いてますでインスタグラムはできるだけおしゃれな写真を上げようとしてる場所で <laughs> なんだろうツイッターとかって結構さ「今日お話し会でした」で画像とかが多いと思うんだけどインスタグラムは例えばおしゃれな場所に行って。 日常生活のおしゃれな写真をあとまたお仕事で撮った写真とかもちょこちょこあげてますただインスタグラマはマジで苦手で正直使い方分かってないですよくあお友達のイラストめっちゃうまくないあれねまた他にも書いてもらったからちょこちょこあげてくねで755はマジでファンの方とファンの方のコメントを返信するために残してますね <laughs> なんか755はあの一番返信しやすいから そのやじ込めとかをたまにこう返信するためにやってますエギトブね持ってますよツイッターで初口は見つけてきたよえー嬉しいどこで見つけ何で見つけたのツイッターはそうだねめっちゃ投稿してるかも一番投稿頻度が高いのはツイッターかなまあメールでメールは本当にプライベートのこと書いてますね分でいやあのイラスト私もめっちゃ好きで で、TikTok は、TikTok も正直今そんなにめちゃくちゃ頻繁には活用してない、使ってないんですけど、普通に動画を上げてます。あまり動いてる写真、動画とか、普段上げ、TikTok か YouTube でしか上げないので、まあ、動画が見たい方は TikTok を <laughs>。で、YouTube は3人でやってるので、マ、ま、ジで,で好きなことをやってます。なんか普段のの歌だが見れる場所。で あのノートっていうところは一番わ、まあ、かりやすいんですけどノートはブログなんですけどノートってところでは私がその前十字靭帯を損傷したのでそれの体験を記そうと思って使ってますだからファンの方にも読んでほしいけどんかその怪我をした方とかのためになったらいいなと思って始めましたということでこんな感じですね。今日はたたくさんお知ららせしましまえらい <laughs> えらいえめっちゃうまいよねそうイラストあげたあの私が小学生の時からなんかめっちゃ仲いいお友達がすごく絵が上手なんですけどその友達が最近私のインスタグラムを見て急に写真送ってきてインスタグラム見て勝手に絵描いたって送ってきてくれてそうだからめっちゃそれが上手で私の好きな絵柄で「最高かよ!」 なんてインスタグラムに載せてるのでインスタグラムの方もぜひ見てくださいインスタグラムの方はコメントしてくださったらいつもハートを見つけたら押してるのであの見つけれなかったら押してないんですけど押してるので是非コメントしてくださーいじゃあお風呂入ろうもう冷めちゃったかなーお友達はね全然プロじゃないよまだまだね美あの美,美大の学生さんそう美大の学生さんです めっちゃうまいですよそれではバイ,バイビーバイビビーーバイじゃあまたねまた配信するわバイバイ <laughs> 以上ドラららでしたおやすみなさい明日もお仕事学校主婦すべて頑張ってくださいバイバーイ